暑かったんですね。あ、じゃあ始まります。見えるよ、映ってるよ。いや、映ってるも、映ってるよ。上等なんて。ああ、警察に追われてる。警察に捕まる。始まります。今日、しゆきさんがやります。何を？最初のやつ。うん今日、目垂れてないか。始まります。はい、行きますね。はい、それでは時刻は16時を回りました。FM ギノワをお聞きの皆さん、こんにちは。今日はですね、トロピカルビーチでアツコの知らない世界をお届けしたいと思います。はい、指さしてるトレジオ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。このラジオ局はですね、はい、FM ギノワ急なにありますよねの、なんていうんですか、これ何を FM ギノワの場所。場所じゃない、何ですか。あれ何、特設ステージみたいな。そうそうそう、サテライトステージ、サテライトスタジオとなっております。そうそう、皆さんもぜひ遊びに来てください。ということで、はい、このあつこの知らない世界では、宜野湾市に関わることすべてをご紹介していきたいと思います。はい、宜野湾市の観光情報や横浜 DeNA ベイスターズコーナー、そしてまたディープなコーナーなどもありますので、はい、皆様お楽しみください。そしてこの番組ではメールメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。 そしてまた FM ギノワンでは Ustream とツイキャスで映像音声をネット配信していますので、そちらからもお楽しみください。この番組は春菜創作工房中村、そしてハーバー不動産の提供でお送りいたします。まだコマーシャルできてないの？できました。今日から流れますので、今日から流れる、はい、お楽しみください。はい、はい、ということで、うん、それではここで一曲、すごい曲はやめましょうか。そうだろう。今日は素敵なゲストさんが来ておりますので、自己紹介の方お願いいたします。はい、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。私は宜野湾市普天間の、ライブバー響きをやっております上城と申します。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。この響きというのはどういうところでしょうか。はい、とりあえずライブバーになってるんですけど、はい、いろんなミュージシャンがいらっしゃって、はい、おじさんバンドとか、ね、そう、内地から来る方たちもいらっしゃって、はいはい、入っていただいてるお店です。はい、以前から僕言ってるのは、はい、宜野湾市、まあ、沖縄県全部そうなんだけども、夜大人が楽しむ場所がないと。はい、まあ、那覇も沖縄市もそうなんだけども、まあ、沖縄市、まあ、那覇はまあ充実してきてるのかな。特にまあ沖縄市っていうのは昔からロックの街としてね、ミュージックタウンですかね。ミュージックタウンでね、バーがあったりライブハウスあったり、あるけど、はい、宜野湾市なかなかないのよ。そうです、聞いたことないかもしれないです。そこで前からこの番組始まった頃からずっと夜のイベントをどうにかしたいということでね、はい、コーナーも実は3つのコーナーに分かれてて、宜野湾市のこととか、はい、あと横浜 DeNA ベイスターズ情報とか、はい、あとディープな世界っていうところで、うん、まあ、後半のディープな世界があるんだけども、はい、今日ちょっと僕が、45分に人と待ち合わせしてまして、はい、どうしても不安です。ここから5分ぐらいのところなんでね、40分まではギリギリ言えるんですけども、はい、今日は早めにね、ディープの世界も交えて話をしていきたいっていうところなんですけど、はい、このミュージックバー響き、はい、響きって あの響きを分かるでしょ、漢字の響きと書いてごらん、書いてごらん、指で書いてごらん私の子供の名前がユーミンっていう名前なので、はい、今日が、大丈夫です。ごめん、子供いるキャラで OK だったこれ子供いないキャラじゃなかったっけそうなんですか、急にあれ子供 いることは言ってよかったの。まだ10代じゃないんですか。私25ですもう、はい、まあいいんだ俺結構隠してたよ
急に子供のこととか保育のこととかなるべくやっても触れないようにしてたんで、関係ないんだな。関係ないですもん。そうなのか。保育のことについてもすごい興味があります。その響きなんだけど、はい、実はね、僕は、前テリー茂太さんっていうジャズバンドのサックス奏者の方を連れて行ったんで、はい、うん、たまたまその時ライブやってて、もうすごい人が、すごい人で、はい、で音楽はやっぱりフォークがその日は中心だったのかな。そうですね、前座バンドも含めて3バンドぐらい、はい、で長渕のね、はい、さんの、まあ、コピーしてる方も、僕基本的に長渕大好きだから、はい、もう本当に、まあ、あれだけでも良かったんだけど、盛り上がりすごいですからね。はい、良、はい、かったですよ、はい、フォークって、まあ、僕らもギリギリフォーク世代、はい、なのよ。多分ピーコは違うでしょ。違います。なのな、僕らはね、ギリギリ、まあ、兄貴とかの影響もあってフォークよく聞くようになってて、まあ、南こうせつ代表するかぐや姫とかね、うん、風とか吹きのとうとか、はい、まあね、もう数えたらきりないですよ、はい、そこのそのグループを愛してる人たちが集う、はい、まあ、フォークだけじゃないんだけどね、うん、まあ、各多分ジャンルあって、ロックを聴きたい時にはロックのバンド読んだりとかね、はい、そういったいろんなとにかくできるところがあるんで、場所はね、はい、僕が言うよ、僕が普天間の人だから、はい、分かりやすい。あのね、普天間の人だったらゴサロって言ったらすぐ分かる、はい、ゴサロって言ったら分かるわけ、はい、でも、もうほとんど宜野湾普天間の人以外は分からないので、うん、簡単に言うと、簡単じゃないな、ほら、ね、うん、だから今日水着とか ここでやる意味ってそこなの。すごいでしょ、水着のね、綺麗なお姉さんが、ね、このライブカメラ外に向けるのもいいんじゃない いいと思うよ、はい、ね、普天間神宮の通りがあるんだけども、はい、そこにローソンが、普天間店、ね、三栄さんがあって、その隣ぐらいにローソンがある、はい、ローソンから中に入っていくわけ、はい、後ろは米軍基地を背にして、ローソンから入っていく、はい、で突き当たりを右に曲がる、うん、右にね、みゆき化粧品っていう化粧品屋さんがあって、はい、マッサージもしてくれるところ、はい、そこを右に曲がる、はい、そしたらね、100メートルぐらいかな、行ったら左手にこの漢字で響き、音響の響、響きっていうのが、はい、あるよ。で中に入ってびっくりするのは、まずここはもうライブを作るために、ライブをするためだけに作った店だなっていう感じがする。あ、飲食目的にはしてないな多分そうですかね、じゃないな、昔、うん、飲食なんですよ。いや、その目的じゃないな多分あれは、聞きに行く人がついでに酒飲むみたいな感じだな、はい、メインはもう音楽よ。あの、実はこのテリーさんついてた時にもう一方ついてたの、はい、音響博士、もう本当に音響にとっても詳しい人、はい、結構おじさんなんだけど、73歳のおじさんなんだけど、はい、めっちゃとにかく多分この人の右に出るのはいないねぐらい音に対してとっても詳しい人です。その人ついてったら、その人も感動してて、よく作ってよかったです、あ、よかったです。だからこの、はい、あの響きっていう名前も、あ、これはいい、あっていうと。でその人はまた別のところも見てて、後ろにあるギターとか気になってたね、はい、うん、あ、これいいなとか。そんな、あの、音楽好きが、うん、別にね、音楽好きじゃなくても行ってもいいんですよね。はい、どうぞ。ね、はい、5時から空いてますので。ピザも美味しかった、はい。5時から何時までですか？12時までです。なんか5時から空いてるライブハウスってあんまりないですね。ですよね。とりあえずライブは毎日ないんで、うん、5時から空けるっていう目的は、はい、居酒屋さんに行かずに、響きで、お食事をしながら、うん、カラオケ、歌を聴いてくださいっていうお店なんですよ、はい、それで早くから開けてます。うん、まあ、はい、居酒屋さんにも行ってくださいねまあね、それはそうなんですけどね、はい、その僕ね、このここ響きが実はオープンする前の店も知ってるんですよ、店というか、はいはい、オーナーの趣味で自宅の3階になんか小屋みたいなの作ったわけ。あ、小屋、そう、あの響きをやる前にですね、そうそうそう、はい、実家の上に、はい、3階に小屋みたいなの作って、はい、でそこでまあ、最初趣味みたいな感じで、そういった、ね、週1回で、ね、そう、いろんなバンドができるような、ね、
やって、でそこに、人が集まるようになって、はい、そこに、まあ、飲み物とか出すようになって、なんか自然とお店みたいになってきたみたいなのがあったわけよ、はい、あそこよ、あそこ本音言っていいかな、デージやったの。なんでですか。何ギ3階まで。ああ階段がね、あのきついですね。あの僕その時酒屋にいたわけよ。で、嬉しいことに玉中もあるわけさ、はい、ビール持ってきてて、ビール、氷、3階まで何ギの。ありがとうございます。あの別にいいんだけど、持っていくのは降りるのが怖かった。階段が急すぎてよ、はしごかって思うぐらいの急な。これ絶対いつかは誰か落ちて死ぬなって。落ちました。転がった方います。足骨折しましたね。あ、ほんと。はい。ね、はい。落ちてよかったね。今一回どんなに酔っ払いでも大丈夫。はい、階段はね怖いですからね、うん、よかったよ。あの1階に店が移るって言ったけど、どんなにホッとしたから。もう今は堂々とできるお店ですから ね、うん、前はお忍びって感じだったんですけどね、うん、もう知る人ぞ知るだったよね、うん、あの、はい、実家のね、1階のお父さんお母さんとかがいるところ、数字バーから入っていくわけです。人がいるんだよ、すみませんみたいな感じで。階段が裏でしたからね、うん、申し訳ないですみたいな感じで、はい、なんかそんな感じで入っていくわけです。でもあの細い通路からよくあのオーナー通れるね。オーナーさんはどこ。オーナーね、横になって通ってたと思いますよ。犬から言えるんだけど。トトロみたいな。白いトトロ、可愛いじゃないですか。これじゃあ行ってから見た方がいいんですか。あ、びっくりするよ。はい、びっくりするよ。もう一見やってみたらちょっと引くよ。うん、そんなに。引くね。なんか向こうの世界の人に見える。そう、ちょっとかわ、そうそう、危ない系の。に見えるね。そうですね。向こうので、はい、よくよく話聞いたら、僕の同級生のお兄さんなんです。はい。そうそうそう。この同級生はまたおとなしかったんだよ。真面目で。多分だからその部分は全部兄貴が取ったんだろうね。不真面目な部分とか人相の部分とかっていうのは多分持っていったと思うんだけど、はい、うちの同級生はおとなしいし、顔立ちもおとなしい顔 してるし、本当に真面目だったね。うん、だから分からんね、人って。兄弟でも全然違うんだから。ところで2人似てるよね、はい、さっきも言ったけど似ても、ね、顔立ちがなんか似てるわけよ。なんかだから姪っ子に似てるでしょ。そうですね、よかった、私の姪っ子に。当たり前ですね。いや、あのカメラに顔近づけてくれ、お二人。はーい、こっちこっちか、なんか似てるよ。似てるかな。ここでコメントも来ております。はい、シュプリームさんから、うん、会長さん、ピーコ、ゲストさん、こんにちは。サザンブリーズじゃないよね、違いますね。アツコの知らない世界です。はい、ということでここで曲がありましたので、はい、これはボイスの24時間の神話です。はい、はい、ありました。あ、よかった。赤ゲームもありましたね。はい、あの方ですか。トトロで。トトロ。見た目怖いだろ。一瞬刺されるかなと思うんだろ。じゃあほらほら、目の前見てくださいよ。あの人だからやばいんですよね。欲しい、あの人。でも、ね、ああいうのはあんまりだね。あんな細いのはあんまりだよね。なんでもいいよ。なんでもいい。なんかある程度肉ついてないとあれだから。ちょっとね。消えてこえない。そうかな。ある程度肉付きだった方が自分はいいんだ。今これも入ってるからね。は？いや、あの今の会話？ネットでは聞けるからね。ああ、そうなの？はい。ボイスの話しました。ありました。今曲流してる。なんかあれだね。なんかそうで、コーナーとかわからないどうか、ね。わからないんですよ。次何の一回 CM 入るので、うん、その後。DNA すぐ行きます。でいいし、でその時もとにかく絡めて全て話を。一回 DNA 行きますね、うん、CM 聞きます。そういえば、あ、 CM 聞きたい。これの後に今曲なんですけど、さあ3分あります。ハーバーさんも東京で、ん、ハーバーさん、幅不動産そうですよね。提供あのスポンサー
びっくりすること聞きます。ハーバー不動産に行ったんですよ。で、あの、出てくださいこの番組に持ってたら、うん、高橋くんは番組やってるのかっつって、あれ分からんかった。なんで、あれ、あの、この番組のスポンサーですよって言ったら笑ってます。びっくりしました。え、許可は得てるんですよね。あ、もちろん、本人が OK って言って一緒に中村行って中村で話をしたの。山内さんが上里さんともちゃんと話した後に私が言ったのに分かってなかった。ぽっちゃりでビキニ着てる人あんまりいないんじゃないですか。ん、ぽっちゃりでビキニ着てる人って内地の方はみんなぽっちゃりでビキニがいいんだよな。あの、あの、この紐がよ、見えないぐらいブッてなってるのがいい、俺あんなのがいい、あんなのがいい、食い込んでるのが。そうだと着ない、ね、ね、着ない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 、そうだと着ない。あ、DNA 行く前にリプ行って自分ちょっと 2,3 分ぐらい話するから。あ、ボイスさん毎年来てるってこと？いや、今全然今からいっぱい話してる。まだまだ、あと40分話してみる。いやあ、じゃあこっちの椅子を。あるよ、あ、こっち映らないんです。こっち映らない、後ろはね。そういう、なんかしっかり映ってたりして、いやいや、チラ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 顔出してる。大丈夫、画面に入らないはずだから。何悪いこと毎日お店の前に立ってるからね、みんなが聞いていくの。多分今まで会ったことないぐらい天然だから、そこで。え、何ですか？で、エジ天然だよ。あー、びっくりするよ。どこ？普天間ね。宮古です。宮古、本当に流された、飛ばされた、本当に逆ですね。内地に行って逃げてきました。あー、全部逃げる人生なんですよ。逃げて内地行って、また逃げて、ね、沖縄来て、島にはもう帰らない。帰らないです。うん、島で。わあ。あ、やっぱり内地の方って綺麗だね。お、判決だったよ。お尻ね。後で見れるだ。後で見れるらしい。あ、ね、遅く。じゃあ行きます。はい。本当はジングルがコーナーで流れてる。なんとかなんとかコーナータイトル流れてる。今日こっちないわけ。向こう行ったら、はい、はい、あの、ド天然の合図でしか入れない。はい、ということで始まりました、あつこの知りたい大人の世界。うん、宜野湾の世界。あつこの知りたい宜野湾の世界です、うん、はい、はい、なんで、メインが
間違えるからね、うん、私メインなんですか、うん、メインではなくそうなんだ、このド天然が、ごめんなさい、もう先日ですね、普天間基地、僕らちょっと個人的にも普天間基地とお付き合いさせていただいて、はい、まあ、普天間基地の司令官のもと兵隊さんたちもね、よく宜野湾市のボランティア活動とかに参加していただいて、はい、年に大体6回7回ぐらい、ボランティア活動をしてもらってるんですよ、はい、まあ、そういう中で、まあ基地とか、まあ、政治的なものとは抜きにして、うん、同じ人間としてのお付き合い、交流は含めてるんですよ。でその中で、先日7月7日に新しい司令官に、マーク司令官という方が、着任された。でその時に話をした時に、いつもいるロバート・スウェギニスさんという副司令官がいて、で副司令官は、前の司令官からずっと引き継いでやってるんだけども、その副司令官がいないので、司令官にあれ、ロバートさんはって言ったら、実はっていうことで話が始まって、はい、実は奥さんがいて、まあ、子供がちっちゃい子供が2人男の子がいるんだけども、奥さんがちょっと癌にかかってしまったと、はい、なので、本国で、実家があるところで治したいということでカリフォルニアに帰ったわけ、はい、たらもうちょっとちっちゃい子供もいるし、で奥さんは入院するんで、子供もいるのでということで、その末岸さんもロバートさんも一緒に、休暇を取って、じゃあちょっと行ってくるって言ってカリフォルニアに行ったの、うん、でそこで、その休暇中にじゃあこのすごい総合病院なんで、じゃあ私もちょっと最近ちょっと疲れがあって体がだるいのでって見てもらったら、脳に腫瘍が見つかって、うん、るんだと。だから彼も今治療中なのだから来れない、皆さん、彼の、彼はまた沖縄に直してすぐ帰ってきたいって言ってるので、祈ってくれというふうにあった。で、あ、そうですかということで残念ですね、でも頑張ってほしいですねという話が終わった後に、普天間基地には日本人も結構働いてて、事務所とかいろいろ、その日本人の方から聞いた話で、実は、ロバートさんのために私たちスタッフみんなで、千羽鶴、まあ、これは日本独特のものなんだけど、千羽鶴ってんですっていう話を聞いたもんだから、あ、そうなんだ、あ、そういった方法があるな、応援の仕方があるなと思って、僕が、ネットとかでつながってる仲間に千羽鶴こういったことで、千羽鶴ってんですって、もし暇がある方は、時間がある方は祈っていただいて、まあ、千羽鶴一話でもいいからできませんかって言ったら、今日の時点で多分2000羽ぐらい取れてる。ああ、すごい、すごいですね。で、来月早々には、これを持って、こっち米普天間基地のスタッフが行くんだけど、はい、もう2000羽越してるわけ。すごいんじゃない？日本のいいところですね。ああ、いいところ、この日本のっていうか、人と人とかっていうつながりってさ、で、いろいろ政治の問題とかってあるけど、うん、そんなの通り越してやっぱりね、人間としてこれ、はい、これどんどん今日も実はこっち来る時にも2人持ってきてて、女性が、うん、はい、1人はハイバルからって持ってきましたって言って、でこんなんでいいかな、いや、どんな気持ちですよって言って、で本当に綺麗に折りたためて200羽ぐらいあるわけよ。そんなんとか、形は悪いけどいいですかみたいな感じでどんどん来たりするわけさ、はい、自分は ここでそれをくださいって言ってるわけじゃなくて、ごめんね、で遠いし、で時間もないのでできないけど、この家族の幸せ願ってますみたいなコメントとかも続々来るわけさ、うん、いいなと思ってよ。いいですね、うん、だから、こういったこの電波で、伝えたいのは普天間基地の文化のじゃないわけ、はい、今昨今さ、隣近所に誰が住んでるかもわからないせいで、そんな時代に、あって、人種も言葉さえも通じない人のために、うん、全然会ったこともない人たちが、あ、治ってくださいっていう気持ち、素晴らしいと思う。素晴らしいですね。今日はちょっとそれを言いたくてさ、うん、次のコーナー行こうか。あ、はい、メールが
来ているので、はい、なんか長いメールですね。シュプリームさんから来ております。会長さん、ピーコゲストさん、皆さんこんにちは。東京のシュプリームです。東京に住みながら先日は泊まりで横浜プチ旅行に行ってきました。うちからは東京、東京、また読めない、はい、東北線1本約50分で、東京東北線、京浜東北、京浜東北ですか、はい、桜木町や浜下のある県内は行けますので、どうしよう、分かんない、館内が呼んでもらってもいいですか、どの辺からこっちから京浜東北線1本約50分で桜木町や浜下のある館内へ行けますので、急に思い立って、中華街にご飯を食べに行ったりしているのですが、この番組を聞いているうちに横浜をのんびり満喫したくなり、お泊まりで行ってきました。そうなんですよ、よく横浜の話するんですよ、この番組。赤レンガ倉庫ではアフリカをコンセプトにした音楽&フードのイベントが行われていて、夜は幻想的な雰囲気でカップルや夏休みを楽しむ家族連れで賑わっていました。ぜひピーコも歴史ある、港町横浜を、そうなんだよ、開港100年過ぎたからね、僕は、満喫&ベイスターズ戦を観戦したらどうですか。そう、ではでは、これからもあつこの知らない世界とベイスターズを応援したいと思います。ごめん、こうしてしまうな、当たってる。PS、 うちのアンマーは、横浜生まれでカープファンです。いいんじゃないですか、カープファンでも。いや、ありがとうございます。なシュプリームさんよくね、コメントくれますね、コメントくるし、DNA ファンということで、はい、中華街もいいですけど普天間もいいですよ、はい、はい、普天間もね、ぜひ皆さん今多分トロピカルビーチですね、観光客の方がすごい多いと思うので、そう、もうおそらくほぼですね、うん、だと思うよ、90%、まあ、でも格好を見てわかるよね、あ、そうですね、沖縄の方だなって、わかるね、皆さんもぜひ普天間に遊びに行ってみてください。はい、はい、面白いですよ。ということで次のコーナー行ってみましょう、はい、ベイスターズ、はい、ということでベイスターズのコーナーが始まりました、うん、このギノワンといえば横浜 DeNA ベイスターズがキャンプに、そうなんですよ、ところですので、はい、これにちなんでこのベイスターズコーナーやっております、うん、はい、不詳私、ギノワンベイスターズ友の会会長をしております、はい、すごいですね、大好きでですね、もう毎、もうこのシーズン中はもう必ず夢にベイスターズの選手が出ない日はない、夢に出ますよ。前もちょっと話したと思うけど、僕峰が、峰って言うんですけど、峰広樹ってキャッチャーがいるんですけど、はい、彼がエラーする夢見て泣いて起きたからねそれぐらいの、いや本当ファン 大好きで、最近ね巨人に3立て食らって嘘だろうと思ったんだけども、うん、また頑張って、はい、実は広島、うん、今ぶっちぎりで1位なんだけども、昨日一昨日とさよなら勝ち、あーすごい、もう消えたったね、今あれですよね、もうニュースでもうバンバンやってますよね、このニュースね、でしょう、だからスポーツ新聞もさ、もっとベイスターズ扱うべきだないや本当よ、ちょっとショックだよ、白黒のランが、まあ甲子園があったからしょうがないけどね、まあ、甲子園が昨日で終わったんで、これからもちょっとベイスターズ一色に、もう全部青、全部青、もう読めないぐらい青でもいいのかなぐらい、すごかったんだから、おとといの試合なんか、はい、峰がそれまで、5対1で負けてたのよ、はい、広島に、で8回に、峰が出てきて、峰がホームラン打った、5対2になった、9回裏になった、これが最後よ、もうこれで勝ちきれなかったら、まあ、同点になったら延長、同点以上になったらサヨナラ勝ちなんだけど、